次に編集についていろんな神話がまたあります。まあ、神話というと特別な技術のように思うかもしれませんが、ご覧になっていただいている黒澤監督の編集室、いかがですか？脇に立っているのが編集マンとしてクレジットされた人たち。で、実際にフィルムを転がしてカットポイントを決めるために見ているのは黒澤監督。3台のカメラで撮りました。ですから3本のフィルムに録音した音声のテープをシンクロという機械で同時に流しながら見るんですけれども、今コンピューターで編集ができる時代とは違う1984年のことです。監督が覗いているあの窓は何でしょうか？ 35 ミリのフィルム。まあ、このぐらいの大きさですか？この大きさを凸レンズ1枚通して拡大した。こんなに大きくないんですね。今コンピューターのモニターはこのぐらい、あるいはこれ以上ありますし、スタインベックというものも古くからハリウッドでは使われていますが、日本では1台1600万、2000万するので、なかなか使えません。また、東京のエディティングスタジオでは、スタインベックで編集するという習慣も、もうこの時代、1984年でありましたけれども、黒澤監督は撮影中にも撮影をしない雨の日とか、撮休と呼ばれる時間を使って、どんどん編集してました。ですから、東京から1000キロ以上離れた九州のホテルの一室に持ち込めるのは、当然スタインベックのような編集マシンじゃなかった。ムビオラという、本当に覗き窓がこれぐらいです。まあちょうど24個まで走らせはするんですけれども、ずーっと見ながら3台分を頭の中で入れ替えて編集ポイントを決めて、編集マンはそのチェックに合わせて実際に切って貼って監督に渡す。そういう作業の繰り返しだったんですね。ですから黒澤監督は誰よりも編集に時間をかけて、監督自らが寝る時間を惜しんで編集の窓を覗いていた。監督にとってはこの小さなファインダーと同じぐらいの大きさの、この大きさで頭の中にイメージできれば、それがスクリーンに拡大した時にどれぐらい雄大なものなのか、これはクローズアップすぎないか、あるいはロングショットすぎないか、そういう判断までできるほど熟練していたんですね。ただその過程で黒澤監督は目を患っていました。1960年代にすでに目が見えなくなってきているんだということで、トレードマークのサングラス必ず撮影中もスタジオの中でもするようになったんですけども、それは紫外線からまた明るすぎるライトから目を守るためだったと聞いています。黒澤監督のその情熱が70歳超えても映画を作らせた、その一つのエピソードとしてもこの編集室のシーンをビデオで撮影させてもらったことは後世に伝える上でとても貴重な場面だと思います。